隣のトトロのメイを描いてみよう。ボールの丸を描きます。ボールの中心に十字を描きます。ボールの中心の少し下に鼻の線を描きます。ボールの下に口の線を描きます。横の十字線の端に耳のを描きます。左の耳の上から曲線を描きます。口の下は少し丸みを持たせます。目の目印を描いて2つ長細い丸を描きます。目の右下に瞳の丸を描きます。瞳の中にハイライトを描きます。顔の上に目印をつけて曲線を描きます。顔の端から麦わら帽子の横長の丸を描きます。帽子の丸を描きます。髪の毛を描きます。髪留めの小さな丸を2つ描きます。少し大きなを2つ描きます。止めている髪を描きます。下書きをなぞります。下書きを消しゴムで消します。少しだけ髪の毛を塗り、顎を直しました。完成です。最後までありがとうございました。試してみてね。